大島、決勝タイムリー、組むよ何打2000安打まであと32本。中日が逆転勝ちで2連勝、大島が決勝の右前敵地だ、組むよ何打2000安打にあと32本。中日が逆転勝ちで2連勝、2点を追う9回、先頭の代打福田が死球を選び、続く福永が中前打を放つなどして1時に、3塁の攻撃を整えると、岡林が右前に同点2点敵地だ。延長10回には西1、2塁から大島が勝ち越しの右前敵地だ。さらに右翼熊谷の投球が打者走者の大島に当たって内野を点々とする間に、1塁走者の福永も生還して2点を奪った。今日で2000本に一気に近づいたな。決勝の2点タイムリー。何やってんねん。は？なんで2点入るんや？それ岸出てくさ。大島に当たっててくさ。送球ぶち当たったんか。確かに上上の大島に当たっとるわ。大島へのダイレクトアタック。よりによって一塁戻ってきたところ当たるとかついてないな。笑てるやん。大島ナイスマグネット。大島、2割7分8厘か上げてきたな。大島はやっと引っ張れるようになったからな。春先はマジで当てるだけだった。大島の出来次第のチーム。大島さんの目標は2000本安打ではなく立浪越えの球団最多安打らしいからな。大島、若手に席譲れって言ってたやつ何か言うことあるか？